しゅんや先輩、すんません。最後にもう一個だけ。なんだい、ムシユキヒラ。まだ何か文句でも？いや、文句っつうか質問なんすけど、統治期のあのルールって卒業生にも適用されるんすかね？何の話だ？職劇。職劇であんたを任したら田所の退学取り消してくんないっすか？